1859年型 4kg3 法。合計 86mm、長さ 0.82m、方針重量 101kg、総重量 208kg、砲弾重量 4kg アントアヌ・エクトール・テゼ・トゥル・ユド・ボーリュー1809年1885年は19世紀フランスの将軍で、フランスにおける市場法のコンセプトを開発した。 1809年5月7日、デュネビル生まれ。エコールポリテクニークに学んだ後、砲兵部隊での経歴を積み、1833年に中尉、1840年に大尉、1857年に中佐、1859年に大佐、1867年には巡将と昇進した。武器の開発が主任務で、 1840年には、シャペルロを造兵省に勤務し、軍に戻ってからは、射撃制度委員会の委員となった。市場法の開発のほか、シャスポージュの開発にも関与した。1866年7月24日、パリにて没。暴流は1840年から1852年にかけてライフリングの研究を行っていたが、1854年に、 ナポレオン三世紀の命により実戦兵器としての開発が開始され、土防流システムとしてフランス陸軍に採用された。前奏砲の内空には6畳の溝が掘られ、砲弾にこの溝に合うように6箇所の突起が作られた。このフランスの市場砲開発はイギリス陸軍のアームストロング砲とほぼ同時期に行われていた。この開発は1858年の前奏式。 試乗法で構成されるライトシステムの導入につながった。防竜4ポンド法は1858年にフランス陸軍に採用され、12ポンドナポレオン法を置き換えた。12ポンドナポレオン法は、榴弾が使用できる前装式格好法であったが、射撃精度が十分でなくまた、射程距離も短かった。防竜試乗法は、まずアルジェリアで使用され、 続いて1859年のイタリアにおける普通戦争で使用された。ありがとうございます。